So, to the Kazuma family office. Let's actually save first, probably for the best. No, I don't know. There we go. So, this way? This way. Oh, look! More dogs to fight. Maybe? I guess not. Anything? Huh, an arcade. It's a cafe. Huh, Don Quixote. I've been there, I think. I mean, I've been to a Don Quixote. That's a while ago, so I'm not entirely sure if it's there. Yeah, I'm fairly sure that's. Fairly sure that's the one I've been to. Oh look, there's the fight. Titles. Oh, that's awesome. Not getting hit increases my. Also, it's the base value of the fight plus any bonuses I get. I should probably get try to get that more often. That's gonna be difficult. I should probably do the hit actions mode. Well, I don't think I can grab in rush mode, so that complicates things. Small little park. Yeah, yeah. Right. More story! What am I going to learn this time? Just casually eating. This place is a lot smaller in comparison. お手間かけさせるような真似しちまって。あ、あの。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。 そっから先何があったか大方予想がつく。久世のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。いや、ええ、そうです。どういうことなんです。空の一坪で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。いや。 それ、もっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。面倒なことになったな、桐生。とにかく久世と何があったか全部話せ。いや、ボイスアレスプレイ。なるほど。つまり若頭補佐の3人衆が頭の座を争ってるってわけだ。
風間の親父がいないのをいいことに。冗談じゃねえ。親詐欺が道島の頭が務まるかい。落ち着けにしきゃ。それより久世の話に出た殻の一つ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。うん。柏木さんは詳しくご存知なんすか。 まず今、神室町のある一帯に大規模な再開発計画があってね。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょ。そうだ。だがその中に どうやっても手に入れられねえ。たった一粒ばかりの更地があるんだ。ああ、それが殻の一粒。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで、再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。 からくりがあったのか。ところでその一つもまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだろうな。10億。たった一坪の土地が。なあ、殻の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが小島君には 周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでる。一坪10億だろうが今更引けやしねえ。クズはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやっさんが握ってると言っていました。風間のおやっさんの。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり 姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやっさんから探らせるためにキリュウをはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。キリュウは当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。いや、that's very weird。キリュウが敵殺したってことで 後見人の親父もけじめを迫られる。その上、久世が殻の一つを手にして若頭になってみろ。奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の破門もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てない。 破門。破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上まで乗し上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でもキリュウは実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親さんも波紋にはならねえはずでしょう。疑いは晴らす。真犯人を抑える必要がある。そうだ。だがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃキリュウはむしろにぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば 様のおやじは余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になる。だったらどうすりゃいいんですか俺たちは。柏木さん、とりあえず俺の濡れ衣も殻の一粒も後回しだ。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。 何かいい手があるなら。俺の不始末は
俺一人でけじめつけます。ああ。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ。 俺は強化切り道島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。キリ、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ。杯もらって 3年そこらのヤクザが 5体満足で足洗えるわけねえだろ。 殺されんぞ。認めたかねえけど、今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組抜けるっつって、あいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって、お前、やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。 他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ、キリ。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくためにご苦労になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。 That should look like it. Looks like it hurt. 許してください。 長い間お世話になりました。 Oh, I'm eating cookies. Show me straight, huh? Kyodai. Omae ga kumi o nukeru to ittatte. Kuze no yarou ga sore o yurusu to wa kagiranai. Nom 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 nom. Nani ga okitemo okashikunai. Kakugo o kimete okunda. I'm ready. 大丈夫だ。分かった。乗れよ。俺らの道は俺らが自分で決める。
今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今更善人分だよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって、俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってんだ。なあティフスタッフ、今お前何考えてた。何も、ぼーっとしてただけだ。 Right, nothing。 ほらよ、いつだったかおやすさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じこと思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え、組長に伝えてくれ。キリュウ・カズマが杯を返しに来たってな。キリュウさん、本気っすか。ああ。すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな、キリュウ。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ。バカ野郎。またな、兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、君。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんだな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。 That's all right, I can wait. てめえ
縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。ああ詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろと。極道の世界甘くねえぞこら。今なら全部水流してる。風間の頭から彼の一つ目の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーと。そうかい。んじゃもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家でも評判も上がるって思うよ。うん。You just gave me permission. Teme, Ani Kibun, you got the Nanshu. Ani Kibun, that Ora Mo Konokumi no Ningen Jane. Anta Saki so it has that.かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。こいつは俺がやらせてもらいます。任せる。好きにしろ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。うん。ああ、
All of the sass. I love the sass. Oh, you're mad. Is that all you got? Oh, yes. Ha. That's one way to continue. He's really beast, isn't he? Right, that should help. Press the wrong button.
Count of Easy. Oh, that's probably useful. I think this way. I'm leaving now. Hey, Bledon Cat. Yeah, I'll try to stream more during the weekends. And I hope I made a good game choice. I'm having a lot of fun so far. Sorry I haven't been streaming lately, it's been a bit difficult. Mostly just haven't been getting a lot of games I want to stream. Look what it is. Hi, turn. Yeah, that helps. You done yet? You probably should have been more careful with that, huh? Difficult. I'll probably need them. And I need something to drink myself. セッポスタイン。派手な短歌切るだけあって、なかなかやるな、おめえさんも。うんふん。風間の頭もいい浮気を使うとしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃に、おめえと会ってたら、プロモーターになりたいぐらいだ。クゼ。口が利かなくなる前に吐け。 殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。
saludos a todos. 下にいた役立たずどもの Oh boy, it's boss fight time. Ow. I'm still not sure how to combo properly. I was probably not worth it. Stop with the slowdown, please. Really? Can I replay? Okay. Bad.
What? I dodged. Really? You really just spam me? You're kidding me, right? What the? That's ridiculous. Even get to attack. What the? This is stupid. Okay, leather sleeve. No, I got this. I need to have this. Thank you.
didn't mess that one up. Okay. So that's the combo. Okay, so that doesn't actually do as much damage as I do. Still dodging. I say, it's shit. Finally. Oh boy. タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐とも、あろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器には程遠いな。でも親父、その頭が拾ってきた鍵がこいつです。 桐生一郎です。お前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しおって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってるでしょう。 組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、仇に手かけんのか。
Kiryu はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかった。いやだろペット。そのこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟、会わんだろ。俺もはっきり聞きました。キリュウはもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ。みんなやるコンペティングウィッチョテラフタロン。ブザマサラス聞こう。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きな生地上です。男見せてください。Yeah, shaming yourself into Yakuza just doesn't really fly, does it? うちの若頭こそが一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。キリュウ、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ。俺と風間のエスさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のエスさんも全く関わりありません。ですが、あの一つまで俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか風間の親父のことだけは。さあ飯でも食うか。はい、堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。素通りと風間のエスさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人、そんなのはサツが勝手に探そう。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめだからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせえんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも
自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうぞ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ、この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ。じゃあ俺はどうすればいいんだ。Yeah, things just wouldn't go that well, huh? てますか。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は立花と申します。立花、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか。キリュウ、カズマさん、Chapter 1, Bound by Oath. Completion bonus of 1,000,000. Okay then. Oh, I already have a lot of minions, apparently. Just casually gets 10 million. Climax battles, item up. A save. Right, that's the chapter complete, so I think it's about as good a time as I need to call it.